どうも、ロクチョン TV のですね、ギャンブラー工人です。見た?さっきの三連複。三連複で 36.4 倍。見た?三連複で 36.4 倍よ。今日あと、各地ね、11レース全部買ってるから。さっきボックス、三連複、ボックスって言ってたあれで、オークス買ってて、番号を同じ4頭で3連複ボックスをね、他のとこも11で使ってるから、もう何かが来たら今日はプラテン、今日も何かが、あとはもう一個何かが当たれば今日もプラス終了です。何これ、これカレーかな、これカレー？これカレー？カムカーサーめっちゃ前のチャリンコのおばちゃんこっち振り向いた。俺も逃げるわ、もう一瞬逃げたわもう。青オークス、ツイッターでツイートしといたようにね、つぶやいといたように、4頭の三連単ボックスで買ってるから、三連単ボックスで買ってるからね。まあほぼガチガチで買ってるけど、もう1番人気、2番人気、3番人気プラス竹豊みたいなもうこれできへんかったらもういいやぐらいな買い方、それと同じ馬番のままで、他のね、あと2箇所も同じ11レースを3連複で買ってるという、だからその辺だったら6000倍とかやから、100円で6000倍だから60万、2000倍とかだから、まあ、それが来たら20万とかね、競馬あるし、今日お出かけしちゃってるからね、今日お出かけだから、4時、5時ぐらいまでちょっと4時でお出かけしちゃうから、ちょっとやばい、ここやばい、ここ昼のお仕事で来たところやから、ここはさすがに、ちょっとマスクで顔隠すわ、危ない。もうこの辺ね、普通のお仕事で来るところだからね、下手なことできないよね。え？いや、ちょっとね、ちょっとしたところにお出かけ。めっちゃ見られたし。なんなん最近。なんで最近俺をみんな。何がおかしいねん。人をなんか変態みたいな目で見やがって。なんか人を変者みたいな目で見やがって。なんかおかしいんか。まあ、まあね。なん最近の人ら。チラチラって人のこと見るのよね。そんな僕が男前だからって、そんなに見つめないで。照れるから。照れちゃう。潰れそうな家。っていうか潰れてるわ。もうこれ、全部立ち直りしてるやん。板張られてるやん。マジか、すげえな、これ。早潰しこれ、もう。一枚、うお。お顔見せれないわ。ひげも剃ってないし、まあ誰かと違って僕は必ず毎日風呂は入るからね、その辺はいいとしても、ひげは剃ってないしね、お顔見せれないわ、だってサングラスかけてないもの、サングラスかけてないからね、お顔が見せれないのよね、ひげボーボーだからさ、お顔が見せれないわ。お顔が見せないわ、ほら、ひげボーボーでしょ、ひげボーボーだから、お顔映せないわ、お顔映せないわ、ひげ剃ってないから、ひげ剃ってないから顔映れないわ、ひげボーボーだわ、これ、ちょっと昨日今日剃らんかっただけでこんなんよ、めんどくさいでしょ、ひげ
安心すなや。そんなんで安心すなや。で、なんで俺今信号待ちしてる目の前にお姉ちゃんなんかおばちゃんか知らんけど、目の前に止まらんでよくない人もそんな。ちょっとは外して止まろうとか思わへん。なんで堂々と俺の目の前に。堂々と俺の前の前にチャリンコで止まられても、俺はそれをどう対処したいのって思うんだけど。うん。カカカバッサーなんか知らんけど、子供たちがこっち振り向いた。子供たちがこっち振り向いたぞ。なんかあのおっさん叫んでるぞ、みたいな。あのおっさん叫んでるぞ、みたいな顔して見てるけど、俺じゃないよって顔してるけど。叫んだのは俺じゃねえよって顔してるけど。なんか言ってたよな、あのおっさん、みたいな。なんで最近人はみんな俺をジロジロ見るの。なんだ文句あるのか。文句あるならアイテムくれ、花火くれ。人の顔ジロ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 見やがって。花火くれよ花火なあ。思えへん、ほんま。人の顔ジロジロ見る、見たんだから見たんだから花火くれよな。YouTuber にいつ戻れんの。ほんで4月末までっていうのが6月末に勝手にこっそり変えられて、汚いわ、グーグル。うん、6月末までってまだ2ヶ月ありやないか。あおか、まあ。1ヶ月以上ありやないか、YouTuber に戻れるまで。楽しみ待ってたのに。あ、これでゴールデンウィーク、広告でいっぱいもらえるわ、思って、喜んで1000本超えたのに。1011本も今動画上げてんのに。広告内ってどういうことですか？おばちゃんが。いや、うちのお店で働きませんかって声かけようかな思ったけど、中身オーバーハンやったで。びっくりやわ、あんな格好せやんといて。デリヘリ読んで可愛い子が来る思ってピンポンこんばんはーってあんなん来てみんな、もう引いてまうわ。俺電話するわ店に。お前んとこ舐めてんのか、ゴルワーババやないかーお前んとこどこや、今から事務所行ったのか。大阪はね、暑いってほどではない。昨日寒かったぐらい涼しかったり。けど今日は普通。まぁ、ちょっとポカポカしてるかな。うん、あ、そう、知らんおっさんが海軍カレーあざすいたら見る？そうなん？そうか、見るか？逆に怖くて見ないだろ、そんなの。うん、だっておっさんが海軍カレーありがとうあざすいてるのに気持ち悪くない？怖くない？むしろ。うん、風船あざます？うほほいとか怖いだろ。こんな街中で真っ昼間に。キチガイ真っ昼間にチャリコ乗ってんでみたいな。ああ怖いわ、よう近寄らんわそんなやつ。ああ誰かに会わんかな。いつも誰かに会わんかな思いながら配信してるけど、誰にも会わないんだけど。ああ俺そんな無名え、僕ってそんな無名ですか。ああ一応 YouTuber なんだけど。なんとかプログラムには参加できてないけども、一応1000人超えてて4000時間超えてるから、一応 YouTuber かなと思ってるんだけど、そんなに無名ですか。おかしいな。リアルではホームページにも名前も顔も住所も電話も何もかも載ってるから、有名やからちょっと下手なことできへんなと思ったけど、そんなに僕って無名ですかこれってもしかして多少悪さしてもバレない感じですか。多少悪さしてもバレない感じですか。新聞載っちゃっても多少はバレない感じですか。まあ、ちなみに今日日曜日なんで、うちのね、5店舗ともね全店閉店してますけど、日曜日お休みのね風俗店です。天気いいしねーって。どういうこと。さっきからね25歳って自称25歳のお姉ちゃんとメールしてるんだけど、何の会話にもならないんだけど、聞いたら答えてくれへんし何をしたどうしたいのじゃあこいつはみたいな。身長も分かんないんだけど、何してんのって書いてから、チャリでブラブラしてるよって言ってレクサスの写メ送ったって。天気いいしねーで終わりやしね、それ。あ、
あーやばい、ここら辺もこの間の昼の仕事で来たエリアやばいやばい、この辺2軒来てるからちょっとあんまり下手なことできへんかな。やばいやばい、結構だからそういうねところ増えてきたのに、なんで閲覧は増えないの、なんで閲覧だけは増えないの、閲覧とアイテム全然増えないんだけど、昼もちゃんと仕事してりゃね、夜も副業してて、しかもね、YouTube までしてて、生配信までしてるのにそんな有名じゃないってどういうこと、どういうことですか。うわ懐かしい、うわもうなんかもう戦後の家みたいな家まだあるねんな、この辺な、すげえな、木造モルタル像みたいな、こんなもんちょっと火事になったらもう一気に燃え上がるやんみたいな家いっぱいあんな、危険すぎるだろこれ、はあ、第8ウエスタン、第8ってことは7まであんのかよ、すげえな、はあ、宝くじ当たれんかな、もう競馬で何十万とか当てるよりも宝くじあって、とりあえずロート6で3億当たれへんかな、10億当たれへんかな、ロート7で10億当たれへんかな、10億あったら俺何するやろ、とりあえずふざけて風俗店で額するかな、暇すぎてとりあえずホテヘドを買いすぎて風俗店で額するかな、これいつまた分かれへん、いつまた分かれない、西成じゃないわ、なんかサングラスかけたらでしょ、過疎界の大手では大手としては君臨してるけど、過疎王としてはね君臨してるけども、こんだけやって閲覧がねすごいよな、むしろすごいよな、あの全く初めての人が枠開けただけでも10人20人来るのにね、1年半やってて枠開けて1人か2人しか来えへんってすごくないまたこいつ配信してるみたいなどんなやねん、でも YouTube の再生はちょろ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 上がってるっていう、お前らどんだけデリヘル好きやねんみたいな、ちょっとデリヘルって入れといたらもうデリヘルの動画ばーっかり再生しやがって、お前らもほんまに、なんなん、もう関係なくてもとりあえずデリヘルって入れといていいねん、デリヘルサイトを見てます配信とかそんなんだけでアクセス集まるじゃんか、お前ボロ屋だったら1000万どころかね、飛び田新地の近くに300万円って言ったよ300万円の店舗売ってたよ、あれ買いたかったんけどな、300万の店舗、改装多分改装費が500万ぐらいかかんねんな、あんなもん、まあ、1000万ぐらいかけてボロ屋買ってそこで飲み屋でもやってね、そんなんいいかな、ここはどこやねん、分からんわ、ここどこ、なんかここ住宅地なってんな、昔工場とかなんかそんなんしかなかったところが、なんか最近この辺も住宅増えてきたな、なんでなん、誰が買うんこんな建て売りの一軒家、誰が買うのこんなん、こんなとこ、こんな偏僻なとこ、駅もないし買い物するとこもないし遊ぶとこもないし、ポツンと住宅地になってて、周りちょっと出たらもう車走ってるし、危険極まりないだろう、危険極まりなくて不便だろう、あ長瀬駅があるな、そういえば JR の不便だろ、不便なとこにお住まうな、おいちょっと腹減ったんだけど、なんか口にしたいな、なんか腹減った、夕方までちょっと飯食えんからちょっと腹減ったんだけど、ちょっとやばいんちゃう、もうそろそろ食うとか、あ、もうやばい、1時や、もうやばいやばい、もうなんか食うとかんと、食べる時間なくなるわ、近代の近所行って食い物探そうか、近代の近所行ってなんか食い物あるだろう、暑い、暑いわ、
暑いんだわ、非常に暑いんだわ。当たってる部分は暑いけど風はひんやりしてんね。これ不思議な不思議な感覚に陥るな。これ暑いのか涼しいのかよくわからんな。これこっち曲がってくんのこの車。ほんでマジでか、危ないだろ。長瀬駅南ってことは北へ向かえば長瀬駅ってことやな。この辺の団地も容器空いとんな。これ市営団地かな。これポツポツ9割ぐらい埋まって、1割ちょっとぐらい空いてる。8割強ぐらい埋まってる感じ。あれ東映ビル、あれ家賃1万なもの東映ビル、まあ、教育費込みでも2万ちょっとで住めるっていう不便極まりないけども、ワンルーム、寝るだけのワンルームだったら2万ちょい出せば住めるっていう。どうしても一人暮らししたいやつ用のワンルームマンション東映ビル、恐ろしいな。雨風しのげたらそれでええわぐらいな。もう隣の音とか聞こえまくりの、ね、まあでも4万ぐらい払ってもどうせ所詮聞こえるからな。だったらとりあえずあそこで金貯めてからの方がいいんかもしれんけどな。学生なんか今時のやつはバイトもせえへんから金ねえだろ。親のすねかじりまくって、親のすねかじってチンポしゃぶっててね。だ女はええけど。おお元気か。俺仕事クビなってん。あのちゃんどうしてんねやろな。恥ずかしくてもうよう連絡してこないんやろな。なんせ片やね、仕事クビになったね、ただの年金受給前のプータロのおっさん、片や株式会社の代表取締役社長恥ずかしくてよう電話してこやんだろ。マジで言ってる？マジで言ってんの？もうマジかよ。こんなとこでもう恥ずかしいか、駅前とか恥ずかしいかやめてくれろ。本当に人が多いから、今日は人が多いから、マジで人が多いからさ、もうめっちゃ人がおるから、うん、ハザーサーなんか手振られたけど、誰なんか手振られたけど、誰今の俺に振ったんじゃないのか。ハザーサーで手振られたんか思ったわ。近代通り、学び屋通りね。アンコール？どういうこと？マジか！メンバーハラッソー！人聞いてるからちょ、やめてマジで。マジで。ちょっとわざとちょっと通りを。マジで歌うの？ちょ待って。マジで？マジやからもう。フーサーラッソー！人いない。人いない。残念。残念でした。懐かしいな。そうそう。もうね、キュッと曲がって、ここの 1K とかこう家賃5万台するんだけど、こっちのボロボロの方は2万台とか。これで4万台ぐらいかな。これ6分とかちょっと高いけどね。マジ言うてんの？マジか！ファサロッサー！人いない。人いない。人あんまいない。僕ほら、近代附属高校理数科出身だから、僕ここの裏道全部知り尽くしてるから、人のいない通り分かってんのよ。残念ながら。メインの学び屋通りだったらもうちょっと人おってあれだけど、ね。日本こっち側の道はね、僕ら附属高校生が、通う道で、ね、その辺の人はあんまいないね。
どういう意味？ああ、風船アダスって何みたいな。そうそう、風船って何？そう、ジョニーの唐揚げ閉まっとるやん。テナント募集中なんて、ジョニーの唐揚げ潰れたんや。マジか。近代前でもダメか。ちょっとお腹空いたからちょっとなんか飯食いたいんだ。5分ぐらいで食えるとこなんかないかな。え、マジで撃てんの？マジで？マジで？マジで？もうやめてて人多いから、人が多いから、ほんと、マジで。マジで。おはようございます振り返られたやんか、ほら。三つ目、睨まれたから。何撃てんの、こいつって睨まれたから、ちょっとやめて。この辺で勘弁して。なんの？今日なんかあんの？これ。今日なんかあんの？これ。なんかいろんな、なんかおばちゃんらの集会があんの？今日、近代で。違う、イヤホンマイクでボリュームは一緒よ。たまたまイヤホンマイクの距離とかそんな感じよ、きっと。ほら、近代前だから人が多いから、もうやめなさい、やめなさい、人が多いんだからね、人が多いんだから。だからやめてって言ってんじゃない、マラハラのソウル。前は誰も振り向けへんな、さすがに。なんか今日あるみたいで、なんかみんな用事向かってて急いでるみたいで、誰も振り向かないわ。もう振り向かないわ。さすが横とかの人はチラチラ俺のこと見てるけど、この人は電車で来て歩いて行ってるから、そういうところじゃないんだろう。なんかあるみたいな、これ。なんか講習でもやってんじゃない？飯食わんと、ほんまに5時まで飯食われへんから。どうしようかな。定食。うん？何が？どういう意味？やめろっつってんだろ、やめろっつってんだろ、やめろっつってんだろ、やめろっつってんだろ。なんかおじいちゃんめっちゃ睨んでたこれ。おじいちゃんめっちゃ睨んでたこれ。なインターネット回答速報、なんか試験やっとんな、今日なんかの試験やっとんな。こんな人らが試験受けへんやろ。あのお兄ちゃんおかしいやろ。あのおじいちゃんおばあちゃんが試験受けに行けへんやろ。ああマジで。ああ、こちゃん、ちょっとあのご飯食べたいんだけど、まあ、サンドイッチかなんか。あ、やっぱそうなんかな、分からんけど。ラブハラッソー！あ、2人もいた。2人もいた。しかもあのこのチャリンコ乗ってはる人もいた。チャリンコ乗りながら後ろ向くと危ないですよ、お母さん。ね。お母さん振り向いちゃダメ。大きい声出されても振り向いちゃダメですよ。どうしようかな。何行こうかな。あ、松屋のカレー行こうかな。マジで言うてる？ちょ、マジで言うてる？まだメガホン言うてんの？マジか。ちょっとここ大学前でほんまに人が多いから恥ずかしいから。メガホン出す！誰も向かないわ。みんな怖がって誰も向かないわ。ああ、まあレクサスやからね。誰もが怖がるレクサスや。ほら、道の真ん中をレクサスが、レクサス様のお通りだい。コンビニないのかな、この人と近代金で。ちょ、コンビニないの？コンビニないのこの辺。コンビニないの。ちょ、もうコンビニなかったらほんまに俺飯食われへんって、やばいって。やばいやばい。やばいやばい。あ、そういうところ。そういうところ。好きな、中にあるの。あ、中にコンビニあるかな、近代の中って。あ、近代の中にコンビニあるんじゃん。ファミマとか入ってんじゃん。ちょっとほんなら、ちょっと僕の有料駐輪場に止めるから、ちょっと内緒な。ちょっとカメラ隠して、僕のね、有料駐輪場に止めるから。これは、僕専用のね、駐輪場がここにあるんですよ。あれ？ちょっといっぱいになった。あれ？こんなんやったっけ？あれ前こんなんやったっけ？めっちゃ書かれてるし、ほんで。めっちゃ書かれてるし。どうしようかな、出してみようかな。
近代の中にさコンビニってあんの、近代の中にコンビニあんのかな、いや近代の中にコンビニあんのか、近代の中にコンビニでいいねんけど、ちょっとどうしよう、時間もあんまないし、暑いわ。え、マジで？そうなの？そんな感じなの？そんな感じですか？なんか 俺まで試験受ける思われるやん。ほら、受ける思われてるやん。マジか。ありがとうございます。なんか知らんけど、配ってるかもうたったで。なんか東京法系学院、なんか、あ、測量士の試験日なんやけど。測量士の試験日。俺が2年連続行ってて、あ、セラフト、セフコンで、セフコン女子高生本で。どこの店？どこの店ですか？どこの店ですか？どこの店ですか？もうサンドイッチぐらい食わせろや。ここどこ？ここですか？コンビニはどこですか？コンビニは。コンビニどこ？コンビニがないと。ほんまにあの試験会場。なんかめっちゃシーンとしてる。シーンとしてるから。するから。言われへんやろ、こんなところで。ふたおっしゃー。横向いて言うとろ。横向いて言うたわ、今。前向いて言われへんの、こんなこと。みんな、なんか、でも、おっちゃんとか多いけどな。みんな、なんかあるな、好きみたいな。あー、なんかすいた。やめろっつってんだろ。やめろって言ってんでしょ、そういうことはね。ちょっと試験会場でもみんな静かにしようからね、メガハーバスはっしょーいね、ちょっと試験会場でみんなピリピリしてるんだから、試験会場でみんなピリピリしてるんだからやめなさい、そういうことはね。試験の邪魔になるから、追い出されるからこれ。じゃあコンビニどこにあるのよ。そんなんはいいからさ、ほらほら、あ、弁理士弁理士の試験やってんねや、ここ。そう、一人だけ驚きよ、お前。弁理士の試験会場なんだって。あ、だからおっちゃんら多かったんや。特許庁がなんか試験やってんねやわ。と、測量とね、ああ、ダブル試験会場だな。ちょ、コンビニどこよ、だから。お腹すいたっつってんでしょ、コンビニどこなのよ、コンビニ。弁理士の試験会場で一人で、風船あざっす言ってるやつも、おらんやろ、これ。おかしいだろ。ああ、いうことでね、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょ、お腹すいた、ほんまに。ちょっとほんまにコンビニちょうだい。マジで。コンビニどこ？コンビニ。お腹がすいたからコンビニ。ああ、向こうまで抜けなあかんの？迷惑しないわ。じゃもう予定の時間を超えとるから、俺1時から4時は歩いてるよ。なんかしやから笑ってはると思うのがよかった、うん、まあ、そんなことなんでね、わわいとりますが、お時間です。さいなら。